給与明細くださいというふうに請求をしてください。でしかも後で、ね、残業代が支払われたかどうかをチェックする資料になるので捨てないようにしましょうということです。あとさっき出てきた雇用契約書、労働条件通知書っていうのはちょっとちっちゃいんですけど、こういうものです。なのでここに、契約期間というふうにあって、いつから働き始めますよとか、例えばあの季節限定のバイトとかありますよね。桜の時期とかもみじの時期とかクリスマスの時期とか、それだったら終わりがある契約なのかどうかの違いがあったりとか、ここに、ちょっと始業終業の時間、何時から何時まで働きますよっていうのがここに書かれます。でこんな、あの形式はいろいろですけど、こういうあの条件通知書っていうのがあって、あと賃金は時給いくらなのかとか、あのいつが基準にな、いつが締め日でいつが支払う日かということも書かれています。でこういったことはあの雇う側に、アルバイトに対して明示しなきゃいけないっていう義務があるので、雇用契約書や労働条件通知書くださいと言って、これも請求できます。これもらわないと自分が、週に何日働いて時給いくらで働いたのかっていうことが分かんなくなっちゃうっていうこともよくあるので、その権利、あの自分にはこういう権利があるって主張する以上は、まずは自分がどういう条件で働いているのかっていうことを知っておきましょうということで、雇用条件通知書くださいというふうに言ってください。